どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムで遊んでいきたいと思います。今日はこの眺望台、ドイブラン眺望台を開放して、マップを登録してみたいと思います。ただこの眺望台、てっぺんの方に障害物があるんですよ。あれですね、ちょっと見えにくくてごめんなさい。あれです、あれをどかしてあげないと、ちょっと開放できないというふうな形になります。でてっぺんに行く必要があるんですけど、高いんですよ。じゃあどうするかというと、まずですね、あそこの足場に行ってみたいと思います。で行き方は真下に行きます。あの足場ので、真下はどこら辺かというと、ここら辺ですね。でここら辺で通れるウフをしてあげます。ちょっと微調整必要になるかもしれないですけども、大丈夫でしたね。じゃあ足場の上に行ってみたいと思います。はい、出ます。で上に行くと、ゴーレムさんいますので、ぼかしてあげてください。で取れるだけ取りましょうか。で、ここに眺望台がありまして、ここにロケットがあるんですよ。このロケットを、ウルトラハンドでしてね、持ってあげる。で、回転させます。で、こう、縦の位置まで持ってきて、で、大事なことはどういうことかというと、この足場あるじゃないですか。この足場とこのロケットをくっつける。はい、くっつきましたよね。くっついてますよね。ここ見てわかると思うんですけど。で、ということは、この足場をこのロケットで動かすことができるというふうな形になります。どういうことかというと、まずこれ叩いてあげる。そうすると、ロケットでこう上の方に足場とともに移動することができるというふうな形になっております。で、上の方に行ったらですね、もう本当、飛んで、眺望台のところに、この上の方に着地してあげる。で、このままだとちょっと動かせそうにないので、はい、この、ここら辺にも来てあげると。で、またウルトラハンドですね。ちょっと待ってくださいね。ウルトラハンドで、ここを持ってあげて、どかしてあげると。そしたら、うまくいったよっていう風な形になりますね。で、なんで、あとは落ちる。で、あとは眺望台に行ってですね。この人に話しかけてください。なんかいろいろ困ったという話になるんですけれども、リンクが説明してですね、なんと眺望台の上に障害物があったのですねと、うまくいかなかった理由はこれなんですよ。もう大丈夫と、障害物どかしたの大丈夫というふうな話になります。はい、じゃあこいつ解放します。はい、ここ調べます。はい、マップが、登録されました。はい、空の方も登録されましたね。はい、というわけで、見事眺望台開放しましたし、マップも登録したので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。